ハロハロハロございます。トランスジェンダー弓道家の森森真理でございます。よろしくお願いします。皆さんの思ってることをちょっと代弁しようと思うんですけれど、私の動画尺長いなって絶対思ってると思うんですよ。だって今まで上げてる動画ほとんど10分オーバーとか、それかなり長い尺の動画ばっかりだと思うんですよ。で自分でも思うんですよ、編集してて今回の10分オーバーか尺長いなみたいな、めんどくせえと思いながら編集がね。というわけでもう今回は尺をもうできる限り短くして5分ぐらいの動画にまとめたいなと思います。で今回何をするのかっていうことなんですけれど、まあ、前回の動画で上げた、井川秀樹さんから弓をお借りしてるっていう状態で、でその弓なんですけれど細身なんですよね。ちょっと私の手には細すぎるっていうことだったので、握り皮を巻いていきたいなと思います。厚みの調整を含めてですね。これがその前回のお借りしてる弓なんですけれど、まあ今グレーの握り皮を巻いてますが、その上にもうそのまま巻いていきます。そうすればちょうどいいぐらいの、太さになるので、そのまま巻いていこうかなと思います。でもうただ握り皮巻き替えるだけじゃちょっと面白くないなと思うんで、握り皮の巻き直しタイムアタックをさせていただこうかなと思います。まあどれだけ早く握り皮巻き替えられるか、巻き替えるというか、まあ巻けるかっていうトライですね、やっていこうかなと思います。早くできるからなんなんていう感じなんですけれど、まあ挑戦と思ってみていただければ。まあね、私はこう見えても元弓具店員で3年ほど弓具店に勤めていましたから、まあ握り皮の巻き替えに関しては元プロなんで、見栄えの方はちょっと期待していただければなと思います。でまず早速準備するものなんですけれど、木工用ボンドですね。これはもう必須です。そしてこれ割り箸なんですけれど、割り箸の先をちょっと私は削ってます。この方がボンドの塗りがしやすいということで、私は削るようにしてます。そして紙テープ、ホームセンターとかで売ってる紙テープです。そして今回巻く握り皮がこちらです。これは握り皮いぶしですね。いぶしの濃いめ、まあ上作とか言われたりしますけれども、握り皮のいぶし、だいぶ濃くいぶしてある握り皮になります。私これ大好きなのですよ。ちょっと表面ザラッとしてていい感じにグリップが効いてくれるんで、しかも長持ちしますし、これ大好きなんですよね。あとやっぱり握り皮のいぶし絵って言ったら匂いですよね。まあ匂いに関しては好き嫌いあると思うんですけれど、私この匂い大好きなんですよ。ずっと嗅いでたいぐらい好きなんですよね、この匂い。まあ嫌いな人はね、とことん嫌いだと思うんで、好き嫌い分かれる握り皮ですけれども、今回私はこれを巻いていこうかなと思います。はい、では始める前に握り皮の巻き直しのコツなんですけれど、巻く方向があるんですよね。内丈側から見て反時計回りに巻いていく。なんでかっていうと、角みがかかった時に緩まないんですよね。これが逆だったら角みかかった時にブレるんですよ、ずれてくるんですよ。反時計回りに巻くようにしてください。ではそれでは握り皮巻いていこうかなと思います。スタート。はい、今回はこの握り皮の上にそのまま巻いていくんで、ボンドを塗っていきます。ボンドをこうやって伸ばしていきます。テープを巻いていくんですけど、反時計回りに巻いていきます。弓を回すとやりやすいです。端の方はボンドつけて回してしっかりと圧着します。そしてスタート位置を決めて軽く引っ張りながら長さを調整します。一番初めをしっかりとこう合わせる、重ねるように合わせて、あとは軽く引っ張りながら仮巻きをしていきます。ちょうどここで握りした方に当たるので、ここでちょっと印を打ちます。ちょっと重なるぐらいがいいですね。分かりづらい人はペンで印つけてもいいですけど、私はもう慣れてるんで傷で跡をつけます。はい、今傷つけたところが人差し指のところと親指のところ、これを切ります。はい、これで OK です。塗っていきます。結構ね、握り皮に関してはベタベタに塗る人が多いんですけれど、正直そんなに必要ないです。濡れていればいいです。あんまりボンドの量多かったら梅雨とかそういう湿気の多い時にずれる原因になっちゃうんで、ちょっと余分なやつは取って、こんな感じでいいです。ちょっとまあ白飛びしちゃってるんですけど、これ結構薄いです。半分白いぐらいで、じゃあ巻いていきます。さあ、ここからですよ。
こう左手の親指で上に押し付けながら巻いていきます。で軽く引っ張りながらですね。で最後のところなんですけど、ここを何でもいいんです。カッターの峰のところとかでもいいんで、軽く開けてそこに滑り込ませて、最後この私はつなぎ目のところをヘラでこうやって潰していきます。そうするとつらい位置になるんですよね。つらい位置っていうのは面と面が同じ高さになることなんですけど、はい完成です。えっ、8分めっちゃかかってるやん。まあ喋りながらやってたから仕方がないかな。こんなもんでしょう。はい、クオリティチェックといきましょう。こちらが巻き替えた握り感の出来上がりです。どうです？ちょっとね、最後ここが不格好になっちゃったの悔しいんですけど、久々にやったらこんなもんか。これではお金もらえないんであれですけど、まあ結構綺麗なんじゃない？久々にしては。ただ8分かかったのはちょっとショックだな。もっと早くできると思ってたのに。まあちょっとね、説明入れながらやってたので時間かかっちゃったっていう言い訳にしておきます。多分黙々とやってたら5分以内で1針負けると思うんですけど、ちょっとやっちゃいましたね、恥ずかしいと思いながら。はい、今回の動画は以上になります。ぜひ皆さん、匂いさえクリアできれば握りかもいぶし挑戦してみてください。この動画がいいなと思いましたら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。